運命ドットライフ。トリマーのあきです。皮膚が安定しない愛犬のシャンプー方法と入浴術を紹介します。皮膚が安定せず獣医師さんから薬浴シャンプーを処方されている子も多いと思います。そんな薬浴シャンプーを使う場合の方法をお教えします。荒れている部位からシャンプーを塗布し、しばらくお肌になじませておくとベターです。症状によって個体差がありますので、あくまでも獣医師さんに相談することを忘れずに行ってください。待てだよ。待て待て。あ、そうだ。みんなチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくな。え、俺いつ食えるんすかこれ。